幕末の絵師金蔵の屏風絵を展示する絵金蔵では、夏の特別展絵金芝居絵紀行が開催されています。旅をテーマにした企画展で芝居絵屏風や絵馬提灯を展示しています。作者不詳のこちらの芝居絵屏風は、宿場での男女3人の絢爛な雰囲気が伝わってきます。思い合う2人の仲を裂こうとしたり、旅立つ男性を追い川に飛び込もうとする女性、ドロドロのメロドラマが描かれているんです。こちらは例年赤岡町の絵金祭りで展示される絵馬提灯。源義経の恋人静香御前が兄の頼朝から逃げる義経を探すために付き人と旅に出ている様子を描いています。さらに見るだけで旅をした気分になれるのがこちら、美容室にタバコ屋、そしてこちらには一升瓶がずらりと並んでいます。酒屋もあります。こちらは絵金蔵の沢田美恵蔵夫さんが制作したミニチュア絵金祭り。新型コロナの影響で2年連続の中止となった絵金祭りの雰囲気を味わってもらおうと展示しています。高知県にいながら、この絵金の描いた芝居屏風を通じて、こう日本各地を旅ができるというのが、今回ですね、展示している作品の魅力かなというふうに思ってます。その他、絵師金蔵が墨だけで描いた白描画18点も展示されています。儚げなセミや愛嬌のある骸骨など夏の風物が描かれ、見ているだけで涼しくなるような作品です。絵金芝居絵紀行は今月25日まで、白描展は来月1日まで絵金蔵で開かれています。